機嫌いかがでいらっしゃいますか。ヨドバシ教会の荒川です。今日は3月19日水曜日です。今日の聖書のお言葉はサムエル記第1、20章35節から42節までです。そして今日のリビングライフの題は、命の脅威の前でも主がおられるので平安ですと掲げてあります。それではしばらくの間ご一緒に聖書の言葉を心に留めてまいりましょう。サムエル記第1、20章35節から42節。朝になるとヨナタンは小さい子供を連れてダビデと打ち合わせた時刻に野原に出て行った。そして子供に言った。私がいる矢を見つけておいで。子供が走っていくと、ヨナタンはその子の向こうに矢を放った。子供がヨナタンの放った矢のところまで行くと、ヨナタンは子供の後ろから叫んで言った。矢はお前よりもっと向こうではないのか。ヨナタンは子供の後ろからまた叫んだ。早く、急げ、止まってはいけない。その子供は矢を拾って主人ヨナタンのところに来た。子供は何も知らず、ヨナタンとダビデだけにその意味がわかっていた。ヨナタンは自分の弓矢を子供に渡し、さあこれを町に持って行っておくれと言った。子供が行ってしまうと、ダビデは南側の方から出てきて地にひれ伏し三度礼をした。二人は口づけして抱き合って泣き、ダビデは一層激しく泣いた。ヨナタンはダビデに言った。では、安心していきなさい。私たち二人は、主が私とあなた、また私の子孫とあなたの子孫との間の永遠の証人です、と言って、主の御名によって誓ったのです。こうしてダビデは立ち去った。ヨナタンは町へ帰って行った。命が狙われている人を助けるということは、助ける人もリスクを負わなければなりません。もしかしたらその人を助けたことでその人の命は助かるでしょうけれども、逆に自分の命が失われるということも起こるかもしれない。それを覚悟しなければなりません。私はこのことを思うたびに、ある一人の日本人のことを思い起こします。その方は杉原千畝さん。皆様もきっとご存知かもしれません。ナチスドイツの厳しい迫害の中、ユダヤ人の命を救うためにビザを発給した日本人の外交官です。杉原さんは帰国命令が出てもすぐには出発しないで、残されたギリギリの時間を用いて、なんと6000人のユダヤ人の人たちにビザを出して差し上げたのです。そして最後列車に乗るその瞬間までビザを書き続けたと言われております。そして日本に戻りましたけれども、こういうことをしたということで彼は職を失います。そして本当に厳しい世の中の批判の目を受けて、その残りの生涯を全うしなければなりませんでした。けれどもその命を助けていただいた6000人のユダヤ人の人たち、あの厳しい、そして収容所行きが決まっているという、もう死ぬしかなかったその中から、このビザが与えられたことによって脱出することができ、やがてその方々に子供が生まれ、孫たちが生まれ、なんと今日25万人に上るというのです。今
イスラエルの国はこの杉原さんの成した命がけの技、助けを要する人たちに分け隔てなく愛を持ってビザを出していった、その尊い働きを称賛してくれるようになったのです。そして命を助けていただいた方々が杉原さんの奥様、そしてお嬢さんと直接会って、もう本当に叫ぶようにして感謝します、命の恩人ですと言っておられるんですね。私はその映像を見て大変感動いたしました。命の危険の中にあったダビデを助けるためにヨナタンは自分が王位を失うということを良しとしたのです。命の脅威の前でおののいている人、ダビデはその一人でした。ヨナタンはどうやってダビデの命を助けたのでしょうか。今日の聖書の箇所を見ますと、ヨナタンは自分の子供を用いて矢を拾うように言わせるんですね。それをあらかじめダビデと打ち合わせをしていたことでした。そしてその矢が示す位置によってダビデは、あ、もうこれは逃げるしかないということを知る。ヨナタンの矢という込み出しが今日の聖書の箇所にはついておりますけれども、私にとってそれはヨナタンの矢はあなたは守られているという印のように思えるのです。王位を受け継ぐ権利を持ち、王位を受け継ぐにふさわしいヨナタンでありましたけれども、彼は少しも惜しいと思わないで、その王位継承の権利を捨て、そしてダビデを逃がしてあげました。なんという人物でしょう。そのヨナタンが言った言葉を見てみましょう。42節です。ヨナタンはダビデに言った。では安心していきなさい。私たち二人は主が私とあなた、また私の子孫とあなたの子孫との間の永遠の証人ですと言って主の御名によって誓ったのです。こうしてダビデは立ち去った。ヨナタンは町へ帰っていった。安心していきなさい。やがてこの声は新約時代のイエス様の声となってこだましてまいりました。不安の中にいる人、そして絶体絶命の中にある人、滅んでいく前におののいている人たち、病のためにみんなから嫌がられて社会から締め出されてしまう、そういう人たちに向かってイエス様は安心していきなさいと声をかけて差し上げたのです。ただ単にお声をかけただけではなく、本当にその人その人の心の内に平安を満たして、これで大丈夫だよ、さあここから立ち上がっていきなさいとおっしゃったのです。ですからヨナタンはそういうイエス様の予表のような気がするのです。ダビデにとってこの言葉はどんなにか待ち遠しかった言葉だったでしょう。安心していきなさい、命の脅威のただ中にあって安心しなさい。なぜですか。主が共におられるからです。あなたは今日どのような思いでこの一日を過ごしておられるでしょうか。仕事の心配がありますか。病のために困難しておられますか。この先どうなるかという不安の中に終わるでしょうか。でも今日しっかりと聞かせていただきましょう。安心して行きなさい。主が共におられることを確信して進んでいきたいと思うのです。今日のリビングライフの題、
命の脅威の前でも主がおられるので平安です。ダビデはそのことを体験いたしました。ヨナタンとダビデの友情、それは本当に素晴らしいお手本ですね。ヨナタンは自分の命を愛する以上にダビデを愛しました。そしてダビデは命を狙うサウルの息子ヨナタンがこれほどまで自分を愛してくれていることにどんなにか感謝したことでしょう。二人はしっかりと神様の前に誓いを立てました。どんな誓いでしたでしょうか。42節をもう一度読みます。主が私とあなた、また私の子孫とあなたの子孫との間の永遠の証人です。イエス・キリストの御名によって誓ったことを、イエス・キリストの父なる神様はどんなことがあってもその誓いを守れるように導いてくださるんですね。歴史がそのことを証明しております。ヨナタンは悲惨な最後を遂げることになりますが、しかしヨナタンの息子が一人助かりました。ダビデはその息子を非常に大切に世話をしていったんですね。そしてダビデの子孫が今日のイスラエルの人たちです。もう糸が切れそうな命の危険が迫った中で、主がおられるということを確信し、そしてそれを確信させたヨナタン、ヨナタンは本当に命を懸けてダビデを守りました。あなたとまたあなたの助けを要するどなたかの間に、今日も神様がお立ちになって平安を与えてくださるんですね。お祈りをいたしましょう。天の父なる神様、なんと美しい友情、いや友情以上の愛の強い強い結びつきだったことでしょうか。ヨナタンとダビデ、今日もなおこの二人の名前を継承していく方々がたくさんおられます。ただ単にそのように名前をつけていただくのではなく、そのように愛に生きる神様の平安を固く信じて助け合い、死死孫孫に至るまで神様の祝福を受け継いでいく。神様、あなたは今日も御前に静まっておられるお一人お一人の上にこの平安を与え、その一人一人のご家族を死死孫孫に至るまで守り祝してくださることを信じて感謝をいたします。どうぞそれを確信して与えられたこの一日しっかりと歩んでいかれるように、お一人お一人を導いてください。イエス様のお名前を通しそうしてくださることを信じてお祈りをいたします。アーメン。